花は忠富文久2年12月22日は、江戸時代末期の国学者。花は保木一の四男。母は、岡大よ。通称は二郎。なお、忠富の意味名は、林十歳が命名した。中坊陽之助屋敷跡現在は明治大学、暗殺現場である、花は忠富屋敷跡前、資料、仏家名目称、俗軍書類中などの編纂に携わった。また、 南朝編年功、近世武家名目一覧、宗古文書などを編著した。文久2年、江戸幕府老中、安藤信正の命で、前田夏影と共に、官営以前の幕府による、外国人大群の式典について調査するも、公明帝を廃位せしめるために、廃帝の天国について調査しているとの誤った、公説が伝えられ、金労老子たちを刺激。12月21日、 学神、中棒洋之助邸で開かれた和歌の会から帰宅したところ、自宅兼和学講談所の前で知人の加藤木之枝、二郎と共に襲撃され、翌日死去した。忠富を暗殺した襲撃者については、伊藤博文と山尾洋蔵であると言われる。渋沢栄一が、大正10年、忠富60年祭に出席した際にそのことを明らかにしており、田中光明が、 伊藤本人から聞いた暗殺時の話も記録されている。初代伊藤智友がこの暗殺事件について伊藤博文本人に問いただしたところ我輩はよく知らんよと白文は返したものの智友はしかしその態度や口ぶりから考えて言外の意味は読むことができたとしている。シーボルトの長男アレクサンダーは百八十二年三月十一日の日記に 当時ドイツのベルリン滞在中であった伊藤博文本人から聞いた文久2年に H という学者を暗殺した際の10回を記している。大正10年6月、県業、花輪保基一の100年祭及び、忠だ60年祭を新宿区の愛禅院で行うことになり、忠だの孫で、温故学会初代理事長の花輪忠だは、祖父を暗殺した白文の息子である。 伊藤博国に出席を依頼した。博国は関わり合いを否定し、断ったものの、抽選の結果、代理として、陸軍大将大井政元が出席、山尾洋蔵の息子、山尾三郎も参列した。この式典の最後に発起人の渋沢栄一が、スピーチで、忠臣暗殺について触れ、伊藤、山尾両家より、玉串料を強制られ、ことに、 山尾施策の親しくこの席に列せられしは、国事に関しては、恩縁ともに残る盛代に当たりじたともに、南東悪寒の損するところなきの身を示したるものと、述べている。ただ富の子、花は忠次は明治維新後、政府から召し出され、大学少女教に任ぜられ、文部少女教、租税料12投主し、収支局御用係へと出世をした。急幕心でありながら、 異例の出世をしたことについて、小説家の柴良太郎は、伊藤が、後年辞席の年からただ富の子であるただぐを、交遇したのではないかと推測している。山尾洋蔵は明治維新後、盲学校、老学校の設置を主張する、憲白書を表すなど、障害者教育に熱心に取り組み、落前海訓盲院の運営にも深く関わっているが、 明治9年に設立日課が降りた日にちなむ同行の、設立記念日である12月22日は、ただの命日と同じ日付である。これは、盲目の国学者として、著名な花は保木一を父に持つただを殺害した、ことへの贖罪意識の現れとも考えられるが、真偽は不明である。吉川博文館、国史大辞典春世公追唱改編、伊藤博文伝斉藤正夫、 花輪二郎商伝渋沢が明らかにした時点では、伊藤、山尾ともすでに死去している。春世公追晶改編、伊藤博文伝、伊藤知優全州月報6号、滝井和弘、文明史の中の明治憲法、斎藤光一、二代目、花輪二郎暗殺の真相、芝良太郎、死んでも死なぬ、久田信之、毛和学校の成立と、山尾洋蔵、 憲白書と暗殺事件、ありがとうございます。